はい。で、まあ、あとはね、まあ、一応掃除が終わって、それなりに綺麗になり、まあ、まだカスがあるね。なんだろうな、動画を撮ってて、よく喉鳴らすよね。この癖、やめよう。あとは明日、地味だけど、この、白い黒木を抜きのだね。まあ多分まだ季節早いから蜂は入ってこないと思うけど、まあ通風口を外から早めに、塞いで、なんとかやっておこうかなって思います。いやでもこれね、この端残っちゃってるんだけどさ、これね、取る方法ないんかな。なんかもう天井のね、タイル貼るのめんどくさいから、まあなんだろう、ここをなんとかできたらロフトにしようかなと思ったんだけど、あそこにね、すげえぶっとい、なんか木材なのか軒なのかわかんないけど、梁かな？いやでも合わせ木ってあるぜ。梁じゃねえ。なんか合わせ木ってあるぞ。材が足んねえから全部合わせ切りでこの家に建ってんだけど、すごいよな。これ。これ大丈夫？もうまあずっと建ってんだからまあ大丈夫に決まってるよね。こういうところとかね。いやでもまあすごいいい勉強になる家だと思うよ。ああ、でも断熱材が鼻くそもないね。まあ屋根の断熱はするつもりがないんよ。なんでかって言うと、雪下ろしめんどくさいんで、まあ屋根のここら辺かな、どうも。一応まあ全部ぶち抜こうかなと思ったんだけど、立派すぎてぶち抜くのやめたいと思います。で、あとは、その屋根を全部ね、吹き抜けにしてしまえば、冬は帰ってきて暖房だけガンガン炊い、石油ストーブだけをガンガン炊けば、まあ多分、OK っていう算段だったんだけど、まあちょっとうまくいかないな。まあとにかくまあそれなりにいい部分は残してそれを使うんで、まあ初日 DIY 初日だな。なんか DIY 動画っぽくなってきたね。じゃあ、次、あ、まあ明日は Amazon の工具類が全部来るんで、で、あとは、ジモティの連絡ですね、全部。ただでもらえる材はただでもらって、全部使います。はい、ではこんな感じです。